d 2系機動車は、ソビエト連邦運輸通信省が、極東鉄道局サハリン支局向けに導入した、機動車である。ニコライチュク港の D2K2km ピケット3、乗降場で客扱い中の d 2系ソ連、運輸通信省が、サハリン島内の既存老朽機動車の置き換えようとして1985年に、輸入した富士重工業宇都宮製作所製の、液体式ディーゼル動車である。 1985年から1986年にかけて10編成40両が極東鉄道局サハリン支局に配属された。日本の鉄道車両技術を参考にする狙いも合わせ、日照祝いを介して輸入した。当時のソ連は本系列をレニングラード製の国産車両として導入したとの説があるが、各動力車の最前位にある運転台側窓横の車体側面中央部には、 製造時に取り付けられた富士重工の富士ヘビーインダストリーズリミテッド東京ジャパンの製造名盤が近年まで現存していた。一方、現在のスバルには製造記録は残されていないという。後、ロシア運輸通信省ロシア鉄道が承継し、ロシア鉄道市会社のサハリン旅客企業株式会社がサハリン島南部の近郊列車用として運用したが、2019年の 東内路線改めきで、狂気車両の運行可能線区が大幅に縮小するのを控え、2019年5月までに全車が運用から離脱した。日本領であったサハリン島の南半部は、1945年からソビエト連邦が実行支配したことに伴い、同地にあった日本の運輸省鉄道総局カラフト鉄道局線は、翌1946年、 ソ連の国鉄事業を所管するソ連運輸通信省南サハリン鉄道局に編入された。このため機関は日本の鉄道で一般的な 1067mm であり、ソ連国鉄編入後も第二次世界大戦後の1948年に日本から申請輸入した D51 形状機機関車やカラフト鉄道局から承継したディーゼル動車などの 車両が稼働していた。後、旧カラフト東線の東岸ルートを延伸するか、カラフト鉄道局から承継した、戦前製車両の老朽化も進んできたため、新型機動車の導入が急務となったが、当時のソ連はまだ機動車製造を手掛けておらず、ソ連本土の後期非電化路線用として輸入することを決めていた、ハンガリー製の軽機動車も狂気に、改めきするのは、不適当であったため、 1960年から1961年にかけて日本製の A1 系機動車3両編成8本を輸入した。極東鉄道局は1980年代に入り A1 系に代わる新型機動車の導入を計画したが、本土で D 型機動車の後継車種として投入が続いていた国産車である DR1 系機動車の改め機投入に失敗したことから、 本系列が輸入されることになった。本系列の投入により、A1 系は全廃された。しかし1991年のソ連崩壊で、サハリン州内の国鉄事業を承継したロシア海ユ、通信省サハリン鉄道局では、経済混乱に伴う予算不足で D2 系の部品確保が混乱となったため、 大体車両として1993年 JR 東日本からキハ58系機動車を無償譲り受け D2 系の大半が運用復帰した2000年まで1型として D2 系の代わりに運用した客室デッキ部分動力車の後くらい客室単デッキ側から出入りする化粧室が設けられている本系列の形式番号は4連10本の編成ごとに 2から001から2から010まで不満した形式、編成番号と、非貫通編運転台式の動力車に奇数を、貫通式中間付随車に偶数をそれぞれ不満した、車両番号を組み合わせた方式をとっている。車体側面中央下部に、形式、編成、車両番号を、客室内出入り口カモイ部の一方に編成、車両番号を表記しており、共に数字を呼び、 配分記号は、日本国有鉄道の正式書体である。新生時は、全面株形解体内の形式、編成番号も日本国有鉄道の書体であった。基本編成は4連だが、中間車を1両とした3連、動力車のみの2連の蘇生も可能である。動力車の変速方式は、日本国有鉄道の機動車が標準としていた。 液体式で機関は当時の日本メーカーが輸出用機動車に採用していたカミンズ製ノビティ -1710L2 を動力車1両に2機搭載しており、4レンジでも1両あたり、出力は 400PS と高出力である。2004年から2006年にかけて行われた更新修繕工事でズベズタ製機関に換装された。車体はコルゲート風のビード付き、 無塗装軽量ステンレス構え体を採用。動力車の運転台、側つまは切り詰ま貫通で、H ゴム指示の2枚窓を設け、倉庫及び、つま下部に2本の赤色警戒帯を重複している。車体全長は、動力車、付随車とも21.3メートル。各車両に2箇所のデッキを有する。動力車は運転室と客室の間に、機器室を設けている。 客室内装は当時の日本国有鉄道申請者で標準の単力1号及び白色のメラミン塗装化粧板を用い、天井は完全な平面として内部に空調ダクトを設けている。座席配列は通路側上部に取っ手を設けた二人掛けのクロスシート向かい合わせ固定である。連結器はソ連標準のウィリソン式マイナス3型連結器ではなく、 日本国有鉄道の機動車用正式である小型密着自動連結機であるため元日本国有鉄道機派58系である1型を除く他の車両との直接連結はできず被害者が必要となる導入当初の本系列はイリーンスクユージヌイ経由のユジノサハリンスクホルムスク間東西連絡列車用としてユジノサハリンスク機関区に配備された後運用区間は ユジノサハリンスクとマリカンに短縮された。経済混乱後の運用復帰を果たした2000年以降に編成がホルムスク機関区に配点また2004年以降の更新修繕工事開始に伴い編成の組み替えが行われたため、各社の編成番号と実際の編成蘇生は一致しなくなった。2011年には極東鉄道支社管内の動力車再編に伴い D2 系のみ、 ユジノサハリンスク区、ホルムスク区所属の稼働者全社が、大陸側のペルバイアレイチカ機関区所属に変更された。2014年時点での運用区間は、以下の通りであった。ユジノサハリンスク社の担当は、導入当初から続く、東西連絡運用のほかは、ユジノサハリンスクと支線を結ぶ運用が、主運用となっており、アルゼンチェフ海北の運用はなかった。 2014年11月3日午後6時33分ごろ、77km ピケット9発、ニコライチュク・ホルムスク経由と、マリ行6109列車、d 2系2両編成が、ホルムスク管区クラスノヤルスコエ村のクラスノヤルスカヤ・サハリンスカヤ付近を走行中、発達した低気圧の影響で打ち寄せた波に、ロバンが侵食されていたため線路が、 約150メートルにわたって崩落。列車は10メートル下の海岸に転落し、機関士1人が死亡、乗客23人が重軽傷を負った。この事故で被災した2004か,から1と2002か,から3は、共に廃車となった。2019年夏の改め期待終工事に伴う、主要機関線の全面運休で、同年6月以降、狂気車両の運行可能区間が、 ユジノサハリンスクイナン及び旧、ユタカマのユジノサハリンスクノボデレベンスカヤ間、77km ピケット、サンポリアーコボ間のみに大幅に縮小されるのを前に、同年5月までに、全車運用を離脱した。ありがとうございます。